ブラジリアンローズウッドは、ツルサイカチ属の植物。ローズウッドの一つ。これらの木材は、北米を中心とした国々で、家具や楽器などで重宝される。原産地ブラジルでの標準的な故障は、ジャカランダ、ダ、バイヤ、ジャカランダダバイヤ、ダーニアクセントであるが、単に、ジャカランダとも呼ばれ、日本ではスペイン語風に、ハカランダと呼ぶ場合もある。 なお、ジャカランダの故障は、紫色の花を一斉につけ街路樹としても知られる、全く別系統の樹木を指すことが、世界的に非常に多く、注意が必要。サンパウロ市にある、サンパウロ植物園、ジャジムボタニコでサンパウロで、人工的に、植生保護された大木を見物できる。なお、9から10月頃に、方向のある白い花及び前年に結実し、 成熟した種子群を見ることができるが、葉は少ない。アメリカ大陸発見以降、インディアンローズウッドの同種の木材が採取できるとして18世紀以降に、アメリカを中心とした北米で、家具や楽器などに使用され始めた。当初は、インド産のローズウッドの代替木材であったが、1960年代に、ブラジル政府により、国内の木材加工産業の発展と保護のため、 原木の輸出を規制する法案が可決したことにより価格が暴騰し希少性が高まりブランド化したしかし1980年代以降ブラジルの経済発展に伴い木材産業は衰退しブラジリアンローズウッドの林地も住宅化が進んだことから絶滅の危機に頻しブラジル政府が絶滅危惧種として法規制し1992年には ワシントン条約の付属書 I に掲載され、大規模な輸出規制が行われた。現在は、ブラジルの象徴的な植物として、街路樹や公園などでの植林するなど、保護活動も活発となり、数を増やしたため、ブラジル国内の法律では絶滅危惧種としては、解除されている。ただし、ワシントン条約の付属書 I には登録されているので、 それらの原木や材料とした製品を輸出入するには、経済産業省など、各国の政府機関に許可申請が必要である。ありがとうございます。